卵に味がついてないから味を少し振った方がいい。はい。おお、卵プルプルね。はい、どうも喧嘩おじさんです。ということで今回はね、包丁も何も使わないズボラ飯、やりたいと思います。何のズボラ飯かっていうとね、納豆。みんなね、納豆をご飯にかけて食うんすよ。でもね、納豆っていうのはね、ご飯だけじゃもったいねえ。パンにでもすごい合うんですよ。実は納豆にパン無理でしょって思う人いるじゃん。一回食ってみる。最高だから、このパン。しかも包丁使わないで、のっけてトーストにぶち込むだけでできる最高の納豆パン、誰もが驚く納豆パンを作っていく。リュウジのバズレシピ。材料、納豆1パックでいい。6枚切りの食パン。8枚切りだと薄いし、4枚切りだと厚い。だから6枚切りがいいね。で、卵とチーズ、これをします。ということで、今回はですね、このオカメ納豆を使って、やっていきます。パンでございます。あ、てん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 パララララ。お風呂が沸きました。テンション高いな、本当に。で、これバターなんだけど、まず食パンにバター塗ります。で、バター塗るんだけど、このまんまだと硬くてバター塗れねえから、電子レンジでちょっとチンする。はい、まあ10秒ぐらいね、10秒から20秒やるともう跡形もなく溶けます。まあ、溶けてもね、あの、別にこれバターをね、もう普通に塗りたいだけだから、もうこれね、こうやって置いて、で、こうやって塗り塗りしちゃう。塗り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 、はい、これでバターのうまさが、際立ちます。納豆とバターってね、実は合うのよ。で、ナトゥ、これはね、何もしたくない時にね、いいのよ。あの、包丁使わねえからさ。でも箸は使うんだよね。箸も使わなかったらすげえいいレシピなんだけどな、ね、はいはい。ちょっと混ぜた納豆、ここにナートゥーのタレ、ね、付属のタレで結構です。はい。でね、もうからしもね、なんかこいつだけ取っといてもしょうがねえから、もう入れちゃう、からしも、ね、他の納豆でも大丈夫だし、最近ね、タレなしの納豆が出てるらしいんだけど、タレなしの納豆とかだったらね、あれでいいよ。あ、これうまつゆちょっと入れたらうまくなる。で、ナートゥーをパンにのせると。これさ、もう悲鳴が起きそう。何やってんねん。で、あのね、真ん中くぼみを作るのがポイントね。くぼみ、ちょっと納豆残っててもいいんだけど、くぼみ、そしてチーズ、ひとつかみぐらいのチーズ。非常に抵抗のあるビジュアルしますね。大体 25g ぐらいですかね、これ。まあ2つかみぐらい。納豆の、このね、発酵臭とね、チーズのね、香りすごく合うんですよ。そう、だから同じ理由で乳製品のバターも合います。はい。で、こうで、こうで、このね、この真ん中に卵を割ります。ドン。はい。で、これをできましたら、これをこのままトーストしていくんですね。大体ね、卵が固まるまで結構かかるから、大体ね、ちょっとね、200度、うちは250度が一番あの火力が高いんだけど、まあ、200度で、まあ、大体12分から15分ぐらいしっかりと焼いていきます。はい。で、卵が固まったら完成。これめちゃめちゃ簡単なズボラ飯でしょ。これがね、最高なんですよ。はい。ということで、10分から15分後にお笑いしましょう、皆さん。じゃあ今日は質問来てますか？ X から。 X、 私は仕事もあるので時間の効率を考えて作り置きをよく使うのですが、うん、作り置きよりも出来立ての方が美味しいので作り置きはダメと言われてしまいました。作り置きについてリュウジさんはどう思われますか？ダメと言われた。
誰に。そこまでは載ってないですなるほどね。なんだろうね、作ってないがまく文句言うのおかしいと思ってて俺は。そうやってるとさ、稼いできてるけどみたいな言うじゃない。家庭での料理っていうと、あの一緒にね、あの食べる人がいるわけじゃないですか。いろいろね考えなきゃいけないんだ。誰々はこれが好きだからこれは入れて、ああでも誰々はこれが嫌いだからこれ入れないでとか、もうそんなんさめちゃくちゃ面倒いよその日の気分とかを知ったこっちゃねえもん。こっちはさ、もちろんね出来たてのがうまいもんもあるよ、いっぱいある。それはただあの作り置きのだと美味しいもんものだっていっぱいあるのよ。ただし漬けのレシピっていうのはあの温めなくて食べれるようになってるから、基本冷たかったりもするんだよね。でもさ、温かいもん欲しかったらさ、味噌汁でも漬けりゃいいんだからさ、文句言うぐらいだったらその人がやればいいと思うし、出来たて食べたいっていう気持ちは分かる、もちろん気持ちは分かるけどさ、この料理じゃなくてこういうのがいいとかだったらまだ分かんなくもないけど、作り置きってもの自体を否定するのは俺は良くないと思いますけどね。その人がささっと作ればいいのにね、そんなに出来たてが食べたいんだったらさ。これはね、あのその人 の, あのお家の問題なんで難しいとは思うんですけども、出来たてが食べたかったら龍城バズレシピって自分で作れっちゅうのねどうですか、作り置き作ってくれるだけめちゃめちゃ感謝してあげてほしいのよ。俺はもう嫌だこういうのは。ちょっともう説得しに来たい。エコスもありがとうございます。おお、これプロビデンスの目じゃね。これまた俺悪魔崇拝者って言われるやつじゃね。完全にプロビデンスの目だね。見てこれ悪魔っぽい、なんかすごい悪魔っぽい、ドラクエに出てきそう。でここに仕上げで胡椒と、胡椒合うからねすごくね、チーズと胡椒が相性いいから。あと味塩、卵に味がついてないから味塩少し振った方がいい。はい、悪魔的にうまい納豆トーストは絶対やめつきになるから。おお、うまそう。いただきます。うん、うまっ。卵のプルプが最高、納豆の風味も合うね。うまっ、やばい。納豆とチーズとバターの味がすんごい、納豆の臭みが違和感がない。普通に食べるのもね、納豆の香りがね薄まってる気がする。めちゃくちゃ美味しい。納豆ってご飯だけじゃねえんだなって絶対に思えると思う。うん、これつまみにもいいね、これうまいわ。ちょっとこれにマジスコもちょっといきますか。僕の作ったタバスコです。うめえ、たまらん。めっちゃくちゃ美味しい。納豆にパンを乗っけたっていう違和感がないんだよね。この乳製品で、香りをちょっとマスキングしてるね、カラーだと思うんだけど、本当に美味しい。これはねちょっとね、納豆評論家にも食べてもらいましょうか。納豆評論家の達也さんにお越しいただきました。ありがとうございます。もう納豆キャラが過ぎます。確かにそれしかない確かに。ちなみに納豆トーサ食うんですか。食べます。お、ただこの組み合わせとかない、卵とチーズと、うん、普段どうやって食べてるの。普段超シンプルに、うん、トーストしたパンに納豆乗せて、うん、あ、そのままいくの納豆が火通さないの。あーなるほどね。はいはいはい、普通にバターをバターでトースト塗って、あ、まあ、焼いたやつに塗って、うん、で、ちょっと納豆、うん、確かに。で、これにと。あーなるほどね。いただきます。めちゃくちゃさ、そう、めっちゃうまそう、うん、やります。うん、うまい、うまいでしょ。超いい感じに焼けてるね。うん、そう、卵もね、うん、だからまああんまり強すぎない火で15分ぐらい、うん、じっくり焼いてあげるとこの硬さになる。めっちゃ美味しい、ね、またさ、生の納豆とはちょっと違う、ね、味が違うのよ。違う違う違う。これのね、感じをねちょっとみんなにね、理解してもらいたい。意外とやんないもんね、さすがに。いやねうまい。まあパンに納豆も結構あれだけどね、うんうん、上級者だよその食べ方。まあね、うん、大好きです。大好きそれさ、なんか納豆を入れれば何でもいいわけじゃないよね。それは違う、そう、それは違う。大丈夫、これはダメってものはやっぱり湯通りださすがに。あ、さすがにね。うん、この納豆トースト、めちゃめちゃうまいらしいので皆さんもぜひ作ってみてください。これさ、これの名前わかる。これなんかね名前ついてんだね。知ってる、エイコさん。
チョウが知ってるこれ。バッグクロージャー。バッグクロージャー。バッグクロージャー。1950年代アメリカで生まれた。バッグクロージャー。何やねんこれ。